思います。サルヤプロゴルファーサルタニアで、みんなこんにちは、プロゴルファーサルタニアで、今日はみんなからねの お便りにお悩みにパターの、お悩みが多くて、で今回は初級編から上級編までパターの上達する練習方法を紹介するからな。じゃあ、まずは初級編からスタート。初級編、初心者に多いのはパタースイングの際に下半身がねこう必要以上にこう動いちゃうことね。この下半身が動いちゃうと方向性だったりとか距離感が合わなくなる。だってそうやろ、あの芯に当たる確率がすごく低くなるんやから。だからそこでねこの練習方法、みんなのお家にあるこのティッシュの箱、これをな見えるようにするからな、これを膝の間にこう挟む、挟んでパタースイングの練習する。この時の下半身って動いてないやろ。このティッシュ箱を挟んで動かんようにすると、下半身の動きがこう抑えられて安定したパタースイングができるからな。ぜひみんなも試してみて。中級編、パターに大切なのは距離感、あと方向性や、まあ、言われなくても分かってると思うけどこの2つすごく大事や。そこで中級編はこのドリルや。当たる瞬間見てる、これ当たる瞬間にこう逆方向に引いてるの。このままこう出すんじゃなくてこのまま後ろに引いてる、逆方向に引いてるから、まあ、加速しない、インパクト以降このフォロー出さないから、だからタッチが合う、あとインパクトが緩まない、再現性が高くない、あとフェースの向き、この向きも変わんないからな。このままこう閉じたり閉じたり開いたりっていうのがなくなるから狙いたいところにまっすぐ打てるっちゅうわけ。ぜひね試してみて。最後上級編や、パターは技術だけやない、集中力とメンタル、これも鍛えながら、まあ、上級者にはなこのドリルをやってもらうで。はい、これ目標物立てました、片手で打つ、いや反対も今日も先でいいな、左これ片手ずつ50球連続で打つ、連続で打って50球その当たるまでやめたらダメ。まあシンプルに難しい、これシンプルに難しい。まあ距離1メートルのパットの繰り返しなんやけど、まあ、時間はかかるけどクリアした時の達成感すげえ格別やからな。まあ、集中力身につくし緊張感を持った練習ができるからぜひ試してみてや。今日紹介した3つのそれぞれのパターの練習方法を実践してみんなパターの達人になるんやで。みんなのお悩みについてはね、これからもまだバンバン募集していくんで、こちらの宛先までぜひぜひお悩みを送ってください。サルタニチャレンジ、今日はこのペットボトル、これを倒してこの下に文字が書かれてるか、それを読み取ってください。いくよ、うん、いくで。わかった？よし、じゃあまた今度、バイバーイ。